魔王は、フランツ・ペーター・シューベルトの代表作で18歳の時に作曲したりと、ヨハン・ボルフガング・フォンエーテの同名の詩に、少年期の作者が触発され、短時間のうちに歌曲と伴奏を完成させた作品、ドイッチュ番号は328となっている。作品番号は1が与えられているが、これは、シューベルトの作品のうち、最初に出版されたものを意味するに過ぎず、 シューベルトはこの作品以前にすでに多くの歌曲やピアノ曲を完成させている。もっとも出版までの間には右与曲折があった。モーリッツ・フォン・シュビントによる差し絵、シューベルトの重要な友人の一人である、ヨーゼフ・フォン・シュパウンの回想によれば、この作品は1815年11月16日に極めて短時間のうちに成立したとする。シューベルトは、 ある本の中の魔王の死を朗読しながら、興奮していた。本を手に行ったり来たりしていたが、突然座り込んだかと思うと、ごく短時間のうちに素晴らしいバラードが紙に書き付けられた。シューベルトはピアノを持っていなかったので、我々はこの楽譜を手に紙学校へ走って行った。魔王はその日の夕方のうちに紙学校で歌われ、興奮で迎えられた。ヨーゼフ・フォンシュパウン。 シューベルトがピアノを持っていない意見は、シュパウンの勘違いであり、その他記憶の正確性はともかく、シューベルトが寄付の際に繰り返し部分を書き込まない癖があったことや、比較的即筆であったことから、作品の書き上げが4時間程度であるとバリトン歌手、ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウは推測している。シュネルト単調。変形したロンド形式。4分の4拍子。 助走は右手ジオとのオクターブ奏法で、嵐の中の馬の失踪、さらに左手の音階音景で忍び寄る不気味さを演出し、また、作品全体の基本リズムとなっている。後述の魔王の復讐題が現れる段になっても、基本リズムはそのまま崩されることはない。ピアノ伴奏者には、技術が求められる。その雄弁さや、劇的さ。 技術面の高さはもはや一回の引き立て役といった概念を突き抜け、リートにおける一つの主役としての地位が確立されるに至った。単独の歌手で、狡猾な魔王が言い寄る場面、家路に急ぐ父親、恐れをののく、息子の三役を演じ分ける必要がある。意表をついた店長と託まざる単純さを胸とする作者の作曲技術が、これほど効果的に発揮された例はない。 副主題となる魔王の声の部分は、最初平行調変路長調,調二度目は波調調、派長調三度目は、派短調のナポリ調である変二長調,調で歌われ、徐々に調が上昇させることで、緊張感を高めていく。また、子供の声の部分で、ピアノと歌声部が単二度で接触するところなど、極めて斬新であり、シューベルトがコンビクトでこれを支援したとき、周りの者は、 チベンツルルージチュカを除いて誰も理解しなかった。ルージチュカはこの部分の処理の正当性を自らの実演で解いた見せたという逸話がある。終結部に至ってアズオトが急に登場する。一瞬の隙をついて手話音で終わる。死の中で突如息子の死を宣告しているのと緊密に符号させている。この終結部はレチタティーボ風の処理がなされており、極めて印象的である。 なお、初稿では、イッヒリーベディッヒ、ミッヒリーストダイネシュナゲシュタルトの部分には、ホルティッシモの記号が付されていたが、後に、シューベルト自身の手によって、ピアニッシモに修正されている。シューベルトは、初期ロマン派の開拓者であり、ベートーベンにはない自由な店長、表題音楽の要素を巧みに取り入れた、歌曲伴奏などで、歌曲の王の名を欲しいままにしている。12歳。 若いロベルト・シューマンは格調高い歌に絞って詩人の恋を作曲したが、シューベルトの天才的な作風が劣後するものではない。原始の持つ世界を音楽的に再現する技術は詩の公説に左右されない。しかし、コンビクトでの支援の際に賛否両論の声が渦巻いたように、作品の進化はすぐには理解されなかった。成立の翌1816年4月。 魔王の楽譜は、他のゲーテの詩によるリートの歌と共に、シュパンの行々しい添え書き付きで、バイマルのゲーテの元に送られたが、ゲーテの音楽顧問とも言うべきカール・フリードリヒツェルターは、他の作品と共に触りに触れただけで軽くあしらい、ゲーテ本人も、シューベルトの表現を嫌って、ヨハン・フリードリヒ・ライヒャルトの手による、同盟作を高く評価するに至った。 1817年にはシュパウンからブライトコプフーンとヘルテルに当てて出版のために上書が送られたがここでも相手にされなかったブライトコプフは拒絶の返事をシュパウンではなくフランツ・アントン・シューベルトに当てて送ったフランツ・アントンが私の名前を語ってこのような画作を出版しようとするような不届きなやからはけしからんと言って噴激したのはこの時である 一連のドタバタ劇は、先走って教職から離れていた、シューベルトの花をへし折るには十分であり、身の立て方で意見が合わなかった父、フランツテオドールとの間は一層悪いものとなった。天気は1819年、レオポルドフォン・ゾンライトナーの地球を得たことによる。ゾンライトナーは、ベートーベンのオペラ、フィデリオの台本を執筆したヨーゼフ・ゾンライトナーの追いにあたる人物であり、 自身や友人が開く内輪な音楽会でしばしば、シューベルトの作品を取り上げていた。ある時、ゾンライトナーはシューベルトに対して、なぜリートを出版しないのかと問うたところ、シューベルトは、出版社は誰も相手にしてくれず、かといって、自費出版するには、金銭面で苦しいことを打ち明ける。話を聞いたゾンライトナーは、友人と共にアントン・ディア・ベリの下で1で百部限定の、 内輪向けのアルバムを制作し、そのアルバムの冒頭に、魔王を置いて、作品番号1、糸を紡ぐグレートヒエンを作品番号2とした。公開の場での初演は1821年3月7日、ケルントナー東和劇場で開かれたチャリティーコンサートにおいて、ヨハン・ミヒャイル・フォーグルの読唱によって行われ、評判を呼んで、フォーグルは2度歌うこととなった。公演後、は、 過去の失敗作の償いの一環として、高貴な位置にいた友人であり、ウィーン宮廷オペラの支配人であった、モーリッツ・フォン、ディートリヒシュタイン伯爵に検定された。また、公開初演から間もない3月21日には、一般向けの出版部が正式に発売され、芝叩く間に600部、800グルテンほどが売れて、シューベルトの懐は一時的だったにせよ、潤うこととなった。 1828年1月16日に、ライプツヒにおいて、若きフェリックス・メンデルスゾーンが、地元テノール歌手の伴奏者として、魔王を演奏した際には高くない批評が与えられ、また、サスライビとより有名な唯一のシューベルト作品、といった微妙な評価が定着した時期もあったが、魔王は、シューベルトの名声が、それほど高くなかった時期から、 一定の人気を保ち続けている作品の一つに一致している。ゲーテは最晩年、ソプラノカ・シュビル・ヘルミーネ・シュレーダーイコール・デフリントが魔王を歌うのを直接聞いたが、その際にゲーテは、私は前にも一度この作品を聞いたことがあるのだが、その時は全然気に入らなかった。だが、あなたが今歌ったように演奏されると、曲全体が人の絵となって目に見えるように見えると、 過去に低い評価を下したことを悔いた。一方、ジャンパウルはゲーテとは違って素晴らしい作品を評価しており、死の床で魔王を聴くことを願っていたものの叶なわなかった。シューベルトとほぼ同時期にカール・レーベも同じ死によるリーと魔王を作曲している。レーベの場合は相手にされなかったシューベルトとは違って1820年にゲーテとの面会を果たしており、ゲーテに 好意的に扱われた。もっとも、レイベは、ゲーテの前で、自作の魔王を歌ってよいかと尋ねたところ、ゲーテから、残念ながら、ここには、楽器がないのですと言われて歌う機会を一した。フィッシャー・ディースカウの見立てでは、レイベの魔王は、シューベルトのそれと比べて、悲劇性に乏しく、音楽的に単純な手法に終始していると、論じられており、 スケッチのみにとどまったベートーベンによる魔王も、系統的には、ーベのものに似通っているとしている。フランツリストによる、ピアノ独奏用及びオーケストラ伴奏用の編曲。ハインリヒビル・ヘルム・エルンストによる、バイオリン独奏用の編曲。エクトル・ベルリオーズ及びマックス・レーガーによる、オーケストラ伴奏用の編曲がある。1838年春以降に成立したリストの、 ピアノ用編曲及びエルンツトによるバイオリン独奏用編曲は超絶技巧的奏法が必要不可欠である。リストはオーケストラ版奏用編曲を1870年頃までに仕上げており、こちらは1993年11月5日及び6日の NHK 公共楽団第1214回定期演奏会でヘルマンプライがホルストシュタインの指揮により歌っている。 レーガーによる編曲の成立時期は不明であるが、ベルリオーズによる編曲は1860年頃に成立した。ベルリオーズは、ファウストの号罰でファウストを総称したトノール歌手、ギュスターヴ・ヴイポリート・ロジェのために編曲を行い、魔王の復讐題をフルートに置き換えている。レーガー版は、クラウディオ・アバド式ヨーロッパ室内管弦楽団の演奏で、 トーマス・クバストホフが歌ったライブ録音があり、ベルリオーズ版は同じく、アバド式ヨーロッパ室内管弦楽団の演奏で、アンニ・ゾフィー・ホン・オッタによるライブ録音のほか、スイスのバリトン歌手、シャルル・パンゼラによる録音があり、パンゼラ版は、レコードカタログの中で長く唯一の版として、扱われていた。ありがとうございます。